一世のでバン漫才義手だけです。はい、ということで久々の義手だけですなんですけれども、まあ、前の動画を見てもらったらわかるんですけど、まあ、僕はねこの間バンジーを飛ばされました。もう5年間バン漫才を活動してきて、事務所にも言ってる唯一 NGバンジーですと。僕だけ直接的にやられてるということで、まあこれは逆襲しよう。だけども、そう、同じことをやってたらね、またやり返されて、負の連鎖のグループになってしまうということで、まあ今回はね、プチドッキリを仕掛けようと思います。ということで、今回の企画、せーのつく食べ物だけで大食いしてみた。まあミュートルナ、まあ最初に会った時はね20歳と16歳、まあ、ぐらいだったんですけど、まあもう5年経ったということで大人になってきてるじゃないですか。まあそこでですよ、まあ僕の好きな食べ物だけで大食いしようって嘘をついて、本当はねめちゃくちゃ精のつく食べ物を食べさせたら、急に精がついてね僕のことを男性として見て、そしてね色気が僕に感じてきてっていうことがね、なきにしもあらずだと思うんです。まあミュートルナどっちでもいいんですけど、お持ち帰りできたら成功ということで、このドッキリを仕掛けていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、はい、ミシ君のオープニングがあったと思うんですけど、はい、逆ドッキリをしていきたいと思います。イエーイ。まあ、まさか向こうもさ、あの、俺たちがさ、そういういちいちの雰囲気になるとは思ってないと思うから、うん、そこでもうめっちゃくちゃ酔っ払ったみたいな感じで、うん、ちょっといちいちモード出して、うん、ちょっと逆にからかってみようかなって思います。絶対大丈夫だよ。だって私一回義手にノンアルコールでも、はい、あのアルコールだと思わせたら酔っ払う説みたいので、え、酔ったよね。私マジで酔っ払ったから。そうだよね。しかもあの本当におもろいぐらいに顔赤くなってたんだっけ。そう、酔い度 40% とか言ってめっちゃキモいやん。そういうのあるから大丈夫。はい、はい、まあそんな感じで、はい、2人で頑張っていきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。これなら負けないでしょう。義手の好きなもの大食い。どうやってこれは勝負するんですか。とにかくさ、はい、食べながら喋ればいいんでしょ。そうだね、まあ企画終わった時に、うん、まあ義手食ったね、あ、そういうコメント欄になればいいね。そう、うん、そうなれば、まあ僕はこの企画やってよかったなって思うんで、うん、よかったです。はい、頑張ります。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、はい、早速いただきますか。はい、はい、せーの、いただきます。え、何食べよう。え、豆腐食べていい。いいよ。え、柿もいいの。柿もいいよ、俺も柿食べよう。食べよう。うまっ。なんだこれ。でも俺この中でやっぱ一番わかりやすいのは柿じゃない、うん、北海道帰ったらもう絶対食うから俺。いや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 、ね、指にいっぱいついてるよ。お、ほんまや。手によってみたい。普通に納豆の香り。いや、なんかだからそこまで納豆愛してないんじゃない。愛してるよ、愛してるよ。え、納豆好き。みゆ納豆めっちゃ好きだよ。あ、マジで、うん、俺さ、なんかさ、性癖なのかわかんないんだけどさ納豆食べた後なんだなっていう口わかる、喋り、あの、これめちゃめちゃ、うんうん、あれ好きなんだよ、俺めっちゃ。いや、ほんま経験したことないけど。だって母さんめっちゃ納豆食ってそのあれ喋るからさ。え、じゃあお母さん興奮してるってこと。そうだ、めちゃくちゃお母さんに興奮してた時期あったね。やばい、興奮してた時期あったねって嫌だな。じゃあ犬がさ、納豆食べてるのとか好き。うっさいお前。なんでなんでやねん。てか、犬が納豆食べるって何。たまに犬納豆食うんだよ。マジで。ぼーちゃん、納豆大好物。マジで。俺も犬に納豆食わせた時期あった。え、どうやって食べんの。あ、バチカ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 。マジで。マジで。何が。いや、まあ、うるさいお前。いや、無理だって。なんでこれ俺こういう口やんないといけない。俺これから予定あんだって。無理無理。じゃあお前やれ。ほら、やんないでしょ。なんでやんないの。一番犬顔やん。いや、お前だよ。バナナも食べたよ、ね、なんか熱いね、熱いよね。床なんかすっぽんをやっぱちょっと勇気いるやん、一、うん、人目って、うん、ゲームして決めよう、すっぽん食べる人。納豆触ってて鼻かいちゃってずっと臭い。鼻臭い。山の手千ゲーム、お題は赤いもの。いくよ。はい、リンゴ、パプリカ、トマト、マグロ、唐辛子。よく SMA のホテルにある看板の表示されてる写真は赤い部屋。他に何かもっとあったよね。はい、いや、アンパンマンの花。すっぽん、すっぽん、すっぽんぽん。いいよ、別に。すっぽん、すっぽん、すっぽんぽん、すっぽんぽん。ちょっと行こうかった。行こうか
すっぽんぼんでたから言ったの。いやいや、でもみんなやで、ね、やった後に最悪って感じが何も聞いてないし顔も見てないけど伝わった。ちょっとさ、食べてみて。どうやって、でもすっぽん食べたことあんねんなるの。これが腕、腕かなって言われても言わなくても腕かなって思ってたし。まさか、いや、神恐怖症なんだよ。お前、お前恐怖症だ。いや、なんか本当にマジミさ、ルナのさ、そういう発言大好きなの。なんでよく我慢できんね。本当にさ、今日はどんなこと言うんだろうって思うぐらい。本当にあのマジでちっちゃい子からずっと言ってたの。神様って。だから神変えないんだよ。まあ本当ぶん殴りたいな。もうぶん殴って。なんで酸っぱいやねん。いけます。ほんまにもうさん。皮も食べれる。気づくと思っていい？思ってください。なんか食べてていいからさ。あ、オッケー、頑張るから。へえ、頑張って。あ、一応ベロには通した。うっざ、こいつ結構コラーゲンすっごいわ、これ。うん、ってわかんだ。ほんとに、え、マジかよ、これ。すっぽんって何料理？日本料理？日本なんじゃない？すっぽんって何なの？亀。亀。それ以外ない、亀。え、そうさ、亀の中でもさ、あるやん。普通の野生の亀じゃなくて、ちょっと高いそうな亀。あ、高級な亀ってこと？そう。コールめっちゃでかい。やっぱ熱。暑いよね。体めっちゃ熱くなってきた。もうすっぽん食ったらそんなんじゃない。いいね、牡蠣2個食い。いいねー。熱っ。何食べたらいきなり熱くなる。好きやん。なんだほら、カマ食ってる。チークな。何その食べた瞬間。熱っ。熱っ、ほんまに。熱いね、もうなんか。何いやいや、でも、ねえ、もうやだ。コンビ組みなよ。マジで。本当や。あ、面白い。体が熱くなっていた。牡蠣食べて、牡蠣食べた瞬間に、しかもなんか体温とかじゃなくて物理的なリアクションだったよね。うわっ。すごいな、牡蠣ってなんか。やるのがすごいな。やるのがすごいよ、絶対。はい。ありがとう。あ、早打ち選手権とかすればよかったね。ね、あ、ミスするしよ。ちょっとやめてやめて。ちょっとやめてやめて。おい、塗ったくんな。バレた、臭そうって言うか。いきます、よーい、スタート。温泉卵、ゆで卵。はい、温泉卵。はい、はい。ひーちゃんの方が早い。そんなことないよ。イシ君の方が早いよ。うん、イシ早いよ、ね、いや、それは俺が早かったからね。イシ早い、すごい、何倍も早かったから、君らの。お前、熱っって言わなくなったな。熱いよ、一緒。あ、熱いよ。熱くて爪も赤になっちゃう。熱い、熱い。ルナネイルしてる、珍しい。やっとしたね。お前、ネイルしてみようかな。いいじゃん。指って思うよね。ね、俺パチパチ鳴らしすぎて、ずんずん指。私もなさ。お前もしかも爪折れてる。ほんとだ、気づかんかった。え、ほんま。自分の爪こんな短かったんだ。お母さんの手みたいってよく義士に言われる。義士以外にあんま言われないけど、義士には言われる。ちなみにみんな最近いつキュンキュンした？キュンキュンか。でもあれかも、あの自分のことでめっちゃ爆笑してくれたりとかさ。あー、なるほどね、うん、じゃあ最近いつエチエチムードになった？エチエチムード、いつ？みえちゃん、いつですか、先輩。もう、遡ること。え、ルナはねえ、ちょっと話題変えるのやめて。だってお前のこの間聞いたんだもん。かぼれよ。半年前。半年前ぐらいだったはず。いつ、ルナ。え、待って、どういうことだ。もう一回。ジャンガ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 
誰が一番早く食べきれるかしよう。なんかちっちゃめなバナナだね。みーちゃんこれ。え、味覚ね、なんか。やだ。いきます。よーい、ドン。あ、うん、早っ。頑張れ頑張れバナナ、頑張れ頑張れバナナ、頑張れ頑張れ頑張れ、なあ。じゃあ、一番遅かったんでガーリックチャーハンのプレゼントです。わー、マジかー、食べれーなー。マジあげる。いいじゃん。怖い。ごめん、なんでそんな約束なんてなかったじゃん、バナナに。いいから早い。いいからお前がいいよ。負けたん誰だよ。だからなかったじゃん、バナナ食べれなかったらそんなルールなんて。いいから落ち着いて落ち着いて。どうすんの。笑ったらいいよ。分かった。ルナが負ける、負かってる。いや、分かんないじゃんそんなの。分かんない。よーい、え、ちょっと、スタート。ほんまにそれおかしいと思うんだけど、ほんとにそれってさ、理不尽な世界だと思うんだけど。でもさ、こないだまでルナからやろうって言ってたじゃん、笑っちゃいけないをさ。クマにも襲われてきたな、お前。え、ルナって笑いの病気かな。くそ、頑張れ頑張れニンニク、頑張れ頑張れニンニク、結構ニンニク、くそ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 やん、もう本当に。なんか食べようか。もう無理です。え、これギシ君ラスト1個食べへん。よし、ギシ君これあげる。なんでこんなに熱いの、マジで。なんだ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 なんでだなんだ早くなんだよ。カメラ返してなんでよ。お風呂入ってるのにひどい。今マジな顔ぼーっとしてる。マジでもう最悪。てか最近テトリスやってんじゃん。うん。で、俺も昨日やったのよ、スイッチで。うん。いや、今日うち集合しよう。いや、やりたい。やろ、テトリス合宿しよう。いい。朝まで。いいよ、いいよ。テレビつないで。いい、行く。何時に行く。終わったらすぐ行けよ。8時。確かに、8時。うん。え、今日何もない。何もない。オッケー。行ってこよう。うん。はい、ということで、現在結構食べてるんですけど、食べ物すごくない？俺もあんなに効果出るってわからんかったわ。精のつくものを食べ慣れてない人はあんなに早く効果が出て、あんなに早くムラムラするのかという検証結果が出たところで、まあね、僕の家に来ることになったんで、もうそこでいけると思うんで、ちょっと強引な手使ってでもやりたいと思います。ということで、刺さってきましたね。でもさ、ちょっとさ、ピンクモードに入ってるってわかんない。でも結構ボディタッチしたよ。でもさ、ワンチャン効果出てると思ってる。ママ頑張っていきます。ちょっと一瞬休憩したくない？休憩したい。はぁ、いえ、さっきのマッサージめっちゃ甘いね。マジ、うん、俺今肩張ってガチでやばいんだけど。やってろか。痛い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 、本当にやめ、優しくして。なんで。クーリ、これは。オッケーオッケーオッケー。いいじゃん。はい。いいよ、もうだんだんと。なんで痛いの？ジム。筋肉痛？そう。いけるの？揉んであげる。はい。まずはこちらから汗を取る。手汗をね。はい。ちなみにさ、今日俺の好きな食べ物を食べてどうだった？美味しかった。え、うまかった。うまかったでしょ、うん、意外と。まあでもほんと健康にいいから、うん、ちょっとね、皆さんもぜひね、真似して食べてみてください。はい、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバーイ。ふぅー、ふぅー、おばっちゃん、消すよカメラ。はい、オッケー。ポンポンとリズムね、レレラッチャッチャッな。え、みゆ何時に行くっつってこのまま行く？うん、このままでいいよ。よし、いや、もうちょい早く行く。いいよ、急いで片付けして。よし。はい、ということで終わりました。めっちゃお腹いっぱい。感じてるかわかんないんですけど、今からめいちゃんが結構詰めてくれるらしいので、私はこちらで待機していきたいと思います。てかさ、うん、本当に、え、うち何止まる？止まる。だって、この間7時までやったから、絶対それまでやると思うんですよ。マジで？やると思う。大丈夫？逆に、めんどくさくなりそう、帰るの。なるほど。
一緒に染めているんですけど、え、じゃあ俺んちに泊まりに来るってこと？うん、泊まりないかな。じゃあ俺からちょっと一個だけ言いたいことなんだけど、ドッキリでございます。なんだ、気づいてない自分で変化ない、やばい、体に変化ない、実はだけど、うん、今めっちゃムラムラしてる、あなた普通だよ、実は本当に、実はマジで普通だよ、うん、って思うかもしれないけど、実はめっちゃムラムラしてるの、みゆき今、え、違うよ、今日はでも別にムラムラしてるとかそういう意味じゃなくて泊まりに来たよ。それってムラムラしてる。で、何が言いたいの？何が言いたいかって、うん、お持ち帰りされたの俺に。じゃあモテ遊んだってこと？最低なんだけど。めんどくさい女いた、めんどくさい女いた、ムラムラしてたってな、わざとらしい泣き真似で。うわうわうわ、はい、なに、別のっきりに気づいてない騎士がかわいそうで。はい、え、逆ドッキリということで、はい、ママと引っかかった女子演じてみた。やっぱりね、なんかちょっと体正直すぎて思ったもん。え、どこら辺で思った？お前一個なんだこいつって思ったのは、帰ってきた時の熱っって言うあと、まあ、ミユが肩に頭乗っけてきた時、うん、あの時は俺もう体正直なんちゃう。あ、そっち、そう、全部あれ仕業もんね。うん、そういうことか。なんかボディタッチもいつもよりちょっと多めにしてみたりとか、いろいろやったいよ。普通だったら俺から仕掛けようかなって思ったけど、うん、あんまりにも俺何もしなくても食ってるだけで寄ってくんなって思ってた。あー、なるほどね。そういうことですね。もうそんな精のつく食材を食べてもね、かかりませんよと、うん、はい、ということですね。はい、まあ本当にこの後リスンチにケトリーソーをやりに行くのだけは本当なんですけど、ちゃんと夜には帰りたいと思います。はい、無理ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。無理行こう、テトリスやりに行こう。いや無理だって、持ち帰れないなら来んな。オッケー、じゃあテトリスやりに行こう。無理、今日予定ある。無理無理。